富弘さん、あんたのことが大好きだ、曲もセッションも大好きだ、だけど一つ言わせて、そのままじゃ全国では無理だ。だって一回戦負けたじゃん、何のために岩手代表行った、俺も代表なったことないけど、あんな散々な結果はないぜ。お前の母さんああなるって言ったら結構バズってる。さっきと俺も好きだけど、お前さっきあそこでダンサー見てたでしょ。その時チクチクチェリーの子供たち見てる目がマジヤバいおっさんの目になってたから、気をつけろ。俺だってあるよ、極度のプレッシャー。でも今日はチャレンジャーでありリベンジャー。怖かったよめくるカレンダー、でもこの時をずっと待ちわびてたのさ。それが分かってるだろ、まあ俺だって取り返すものがあるよ。いや、俺だスマイリー、笑顔でかます、ほら合格か丸かバツ。ごめんなごめんな、お前の話何の話してるか俺マジ一切わかんねえんだ。お前が勝手にかけてるプレッシャー、こっちばっか見て目線ぶれんな。お前が積み上げてきたものもある、それは確か。だけど内側からマイクで証明すんのがアマラッパ。沿岸だから縁があるっていう話はお前のここにしまっとけ。沿岸だからじゃねえ、音の上に乗ってるから縁があんだぜ。わかるかこの意味、これからお前がどのポジションになるかわからねえが、変わらねえさ自分の意志、そして貫く道。違う、心に留めてるだけじゃダメな、言葉に吐くのがラッパーだからな。いや、そういうことだろ、俺たち熱くなる魂このままで、バトルロイヤーこのままでは終われない、俺も今日は終われないぜ。沿岸対沿岸、今日はいいね、でもヤンガンが勝る時代だぜ。俺が16選んだわけはお前といっぱい話がしたいから、お前が16ぐらいの時からラップしてた。お前一応俺のこと先輩って言ってくれてるけど、ちょっと違う、お前が俺の先輩というか、こんだけ離れててもちょうどいい花巻同士、こいつはレペゼンしているぜ花巻、しかも石取屋。だってこの例えばこの服、石取屋の大地の店っていう農機具売ってる店で売ってる、おばあちゃんが着るセーターっていうやつ、俺は農機具買わないで、俺もそのセーター買おうかな。これがお前の先輩。マジかね、農機具大事だぜ、俺も飯食って育って今ここにいるぜ。腹巻き米も大事、お前はいられ、俺がライブ先輩だって。は？認めるな、俺はお前を先輩と思うよ。確かにね、腹巻き同じ、でもかましてる俺がやんがわかるか。イケてるやつか、おいライブ見てな、みんなな印象的アマラップ、相手は優勝なら決まりさ。べイケたベース、俺がやる、しっかりとかましめす、お前にはできないわ、俺がしっかり乗りこなす。ラップスキルなら追い続けないじゃん、花巻俺が取ってる優勝。俺言ってけど単調ってあんたのことまだ何も分かってねえよ。この画像とかだとそこじゃないところで戦ってるぜ、俺も男だからそのまま。何回も何回も何回も回ってきてここだから見とけよ決勝、俺に任せろ全額ベスト。何回も何回も回ってきてるっていうことはそう、出戻り、出戻りのやつは社会に出たらさっと消される、そういう話、これは社会人じゃねえ、俺とお前は MC。 さっきのバースで自分ラッパーって言ったけど、お前金稼げてねえだろ。金稼ぐの全てなら、富と名誉が全てなら、俺の愛ってなんだ、 MYC 握って愛を歌うんだ。薄っぺれ汚え話かもしんねえ、でも仲間がいたから今まで来た、このスキルはエアフォースワン。仲間がいたからここまでいた、仲間ってやつをさっと、そう裏切るのが人生だぜ、自分の心を確かめな。わかるか言ってる意味が、愛とかそんな話じゃねえの。確かに愛がありゃ何か生まれるかもしれねえけど、自分が一番だぜ。